にちは。車温泉チャンネルの時間でございます。しっそりしましたね。はい、今日はちょっとだいぶこんなんじゃないいつも。まあそうですね、いつもは、はい、みたいな感じですけど、うん、まあ、ちょっと今日はちょっと場所が、本日は、レクサス、世田谷若林店さんにやってまいりました。レクサスの空気感だよね、はい、だからね、この場所に合わせた挨拶。そうでございます。すごいかっちりとした。そうですね。ただ今日のゲストはもう本当、はい、まあ、この場所から一番遠い存在。いやだからもう始まる前の時点で釘刺されてましたよ。あんまり大きな声、はい、声出さないでください。そうですね。でもう一人、今日二人いるんですよね。そうなんです。でもう一人だけでよかった説っていうのがその説もあります。その説もあります、はい。ゲストはこちらの方々です。よろしくお願いします。いや声ほぼ出てない。な帰ろうか。帰る。帰るわ。ジェラードンの上地と新エイジ君です。よろしくお願いします。上地はだからもうすごいの車温泉チャンネル見てくれてるんですよ。もうすごい見てて。こっちからめっちゃオファーしてたんですけど、はい、なかなかタイミング合わず。あ、うん、そうなんですよ。念願の、そう、はい、念願のなんですけど、うん、僕一人じゃないっていう、あれ、いや俺もだから見た時に思った、あ、上地来てくれるんだと思ったの、なんか毎回言ってくれてるから。今日本当は根建さんと、うん、そのエイジだったの。あ、そうなんですね。元は上地が上地で別会で、別会でまたあればと思ったんですけど、うん、根建さんがなんか、うん、どっか行くっていうのでどっか行く、どっか行くってなんだっけ、プライベートじゃ、さすがエイジ一人やっとおいダメっすよ。あ、よいよい、もうのどちんこ取れそうなやったことないことしたら出さずに顔したらガルンガルンってなりそう。ガルンとか言わないレクサスでしょ。ガルンとか言わないよレクサスってガルンとか言わない。ずれたの気をつけてください。だから俺らが東京 NSC の11期生ですけど、はい、で井上さんが1個上で、はい、で上地が1個下だから下です。なんかこう、はい、面白い、どん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 、うん、なかなか見ない組み合わせ、見ない見ない、ちょっとね、見ない。というわけでこの4人でねちょっとやっていきたいんですけども、はい、お願いいたします。お二人でよろしくお願いします。すごいですね、この、お名前の方、はい、レクサス大村と申します。よろしくお願いいたします。大村さんと、はい、あの高橋と申します。高橋さん、すごいですよ、なんかね、もうオリンピックのもバドミントンダブルスみたいな、混合ダブルスっぽい感じのなんかちょっとスポーツマンな感じとね、はい、そうです、ね、女子混合、女子混合、ちょっと今日早速よろしくお願いします。はい、女子混合、まあ、男女混合、男女混合、女子混合っていうのちょっと何が混ざって、何が混ざって、男女混合ね、ごめん。はい、で言ったら上地も車やっぱ好きだからね。いや、僕この車温泉チャンネルを見てから、うん、その影響で車買いましたから、そうなの。長田さんが、うん、大金持ってるあのサムネを見てあれに憧れて、あれに憧れて僕も大金持って一括でバン買いました。そう、影響を及ぼしてね、やっぱり後輩にね。こちらですね、ま、レクサスの LBX、 かっこいいですね、新型ですね。これは昨年の、11月に、はいはい、これはコンパクトカーですよね、レクサスの、はい、そうですね。なかなかこのサイズなかったですよね、はい、顔周りもいいですね、うん、スタイリッシュでね、これかっこいいね、やっぱりちょっとゴツッとした感じではあるんですけど、うん、でもこれボディサイズはコンパクト、はいね、これサイズは全長でどれくらいですか。全長が4190で、全長が、1550切るので、あの都内の機械式駐車場にも入り、出た、ついに来たんじゃない。俺機械式なんですよ、うん、うちが、うん、でずっと欲しい車を、うん、高さの問題でなかなかこうバチッと来るのがなかったけど、これはいけるやつなんだ。155だったっけ。しかもこのコンパクトサイズ、これ非常に乗り出しにはめちゃくちゃいい。あ、すいません、機械式、はい、これ どういうことって今言われてて、え、なんか上げ下げできる。え、向かいんちのあの車庫が入らないと、え、
違う違う違う、あの駐車場があのトランスフォームするの、あそうガーってこう普通のこうペタってなってるからカチャ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 って箱になって、うんうん、駐車場に入れる、そう本当に分かりますよ、なるほどねでホイールベースはどれぐらいですか、ホイールベースが、うん、2580、じゃあ小回りもだいぶきついですよね、はい、そうですね、 2m です、あなるほど、あじゃあもう結構小回りも効きますし、いいじゃないですか、めちゃ詳しい、これはホイールベースだ、感動しましたみたいにね、いやいや、ちょっと何、え、なんかホイールベースとか言ってたら全然分かんないんだけど何ホイールベースって、あのガンダムのホワイトベースしてる、 あ、うん、あれの元になったやつ、あなるほど、うん、いやこれはいいです。軽いですね。あ、めっちゃ軽い。めっちゃ軽いです。え、これここで、あ、Eラッチというシステムで、ボタンがあるんですね。電動で、うん、開けたり閉めたりする。軽い。え、どれどれどれ、めっちゃ軽い。開けてみて。Eラッチ。軽い。軽い。めっちゃ軽い。え？ちょっとちょっと軽い。ちょっと。軽い。軽い。何これすっごい絶対声出しちゃってすごい全然力ない声全然そこまで、そこまで俺らはもっと出してるそこまでつまりがもう分かんない0100しかないゼロゼロとじゃカチンカチンしかないからおかしいよ、いや軽いね、軽いですねこれ、かわいらしい、あーうわいいですね、あーこうモニターもでかいし、はいはい、いいですよこれおしゃれ、あステアリングこれがあの LBX の、クールというブレードで、はいはい、シート素材がウルトラスウェード、ウルトラスウェード、はい、確かにこのスウェードのさらに上、はい、スポーティーに走りたいお客様とかにあのなんでしょうシートのフィット感ですとか、はい、そういったところをスウェードなんでね、はい、ちょっとこうつるって滑らない感じ、うん、はい、あここもスウェードなんだ、本当だ本当だ、かわいい、そこもウルトラスウェード、ウルトラスウェード、サイド上ウルトラスウェード、サイドもウルトラスウェード、ウルトラスウェード、でこちらおいくらですかと車両本体価格が500、あら、はい、500切るんですよ、これでこれレクサスをこれ500切る値段で乗れるってなかなか夢ですよこれ、これいいんじゃないですかこれ、私事ですが、はい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 、明日プライベートで韓国にカジノしに行くんですね、プライベートカジノ、はい、一人で、はい、一人で一人、はい、変な人変な人だ、でそこに私300万持っていこうと思ってやばれそこで結果次第ではドンあります、あドンある、はい、いやこれドンいけますよ、これレクサスワンベッド、うわー、はい、いやあるよねこれね、ちょっとこれはあります、ここがどういうラウンジって書いてある、ラウンジ LBX ラウンジってありますけど、この LBX という車の開発のストーリーなんかをご紹介するようにした、はい、ポップアップエキシビションということで、今年の5月からここのレクサス若林店で、はい、年内は開催をする予定でおります、あポップアップエキシビション、はい、なるほど、クレイモデルもあるんですね、うわすげえ、珍しいものを展示しておりますので、ぜひこちらも、私が使ってってる、あれ悪口のノートと全く同じです、そんなノート、悪口のノート、私が書く悪口のノートと全く同じモレスキンを使ってるんです、私もこれ非常にいい、ノート界では非常にいいブランドなんですけど、奥にございますのがこういうインテリアの細かい部分を自分でカスタムして好きな色を作れるんです。で、そこの選択肢がここにあります。あ、すげえ。はい。これじゃあもう、え、結構パターン的にはもう何万パターンぐらい。はい。すげえな。で、シートの素材ですとかステッチのパターン模様なんかも選べるようになっております。あ、これはウルトラスウェード。ウルトラスウェード。はい。全部種類違うんですか？
はい、これはこの辺のこのシートの素材とかも全部若干移動とかですね、ここら辺も選べる、はい、これ限定オプションで、はい、いやこれかっこいいですね、これもかっこいいね、これちょっとコンセプトかなんですけども、コンセプトなんですか、はい、あ実際発売はしているんですが、あこの黄色のラインとかコンセプトも、なるほど、カスタマイズして、へー、はい、内装も、うわ内装がこれおしゃれですね、ベージュのこのいいこの色よ、かわいい、エイジも着てみたわ、え嘘でもエイジもそろそろでもやっぱレクサス燃える、すごいよ俺、稼いでるのレクサス、稼いでないよ何言ってんの1ミリもかそんな乗り方のやつ今えちょっと本当俺ベンチに腰掛けるんじゃないんだから、からないゆっくりペーパードライバーすぎてもう乗り方忘れちゃったよ、ただ収録で疲れてるだけだよ今の座り方えこう、うん、こうってうわ乗り方あいいですね、わペダルもこれスポーティーなのか、うわ、なんかあの怖い教習所の先生を思い出してなんかすげえわってなったの今、なんでなんでいやいいですよ、似合いますよ、うわかっこいい、わ似合ってるよこれ、うわレクサス、うわいい、レクサスが似合う芸人になってますよ、確かにインポッシブルさん、おあいいいいねいやすごい峠攻めてんのかな、ね、声出せないから動きだけでも激しくあいいいやすごいいい一回ぶつかってるけどレクサス乗ってたらちょっと後輩たち痺れますね、そうだよね、夢あるよね、かっけーってなりますね、これ19インチ、あそうです19インチ、これってホイールはあれですか、18ハイブリッドモデルが18インチに対して あのこれのこっちは19、はい、はあ、いや、かっこいいな、このうわぁ、寝てるもう疲れ切ってんの動物が良すぎて、ね、レクサスの座り心地が良すぎて寝てるすいません、すいません、ちょっと降りてきてもらっていいですか、すいません、ちょっと免許証見せてもらっていいですか、すいません、ちょっとね、あの、うん、ちょっとここね、ここであんまり駐車されると困る、ここにだって止めてただけですよ、ちょっと免許証見せてもらう、うん、ありますか、違くて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 それと違くてそういうんじゃなくて違くて違それと違くていや恥ずかしいそうなんだよいやでも座り心地が良すぎたってことだね、やばい、でピタッとこうヒットしてくるっていうか、もう吸い付いてくれよ、手にっていう感じ、本当に本当に音が変すぎて、いやまそんな音鳴らない、ビチャーっとビチャーと、うん、パッとピタッとじゃなくて、うん、優しい、やっぱ優しいんだ、すごいね、いやこれもかっこいいわ、かっこいいね、これで販売価格決まってるんですか、販売価格が通常のモデルが650万円、はい、はいはい、あこのモデルこのモデル、あそうなんですか、あれこれグレードが全部違うってこと、そうですね、今赤色の車両がリラックスというグレード、リラックス、リラックス、ちょっと今リラックス欲しいんじゃない、ね、いやリラックス欲しいよね、リラックス、もうだいぶ疲れたからねそれこそ上地も2代目とか考えるの、いやいや、このチャンネル見てたら、うん、本当に危ないですマジで危ないですちょっと欲しく、うん、やっぱりでも佐田さんがもう次から次へと行っちゃうから、そうそう今4代4代危ないですね、俺もうわっおしゃれですね、あらまた、それ何が違うんですか、シートのカラーと、はい、あとは素材が、あそうなんですか、はい、カラー素材として、シート素材これセミアニリン本革、セミアニリン本革、セミアニリン本革、カムちゃん言ってるよ、セミアニリン本革全然言ってねえよ全然言ってなかったうわどうよこれ やばい、あ似合うねやっぱ、めっちゃ似合うな、あいいね、うわやっぱいい、ね、いいっすね、うん、フィット、うわフィット感いいわ、あーあ、はいはいはい、全然長田が乗っても本当だ、うん、うわかっこいいなこれ、
いい、全然余裕あります。モニターでかすぎるわ、はいはい、うん、すごいわ。僕乗ってるのがもうかなり古い車なんで、28年前のやつとかなんで、だいぶシートもこう低めだったりするんですけど、はいはい、でも純正のシートだったりするから、もうちょっと今のやつやっぱいいっすね。いや今のやつはいいわ、今のやつやっぱり。やっぱだから両方持っとくっていうのがいいわけね。あ、古いの自分の趣味用のやつと最新の。そうそうそう、最新。いや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 、全然この動画内で買っていただいて、ちょっと待って待って、全然怖い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 、怖いこと言われてた、全然いいんだよ、怖い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 、回るし、動画が危ない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 、やっぱ、はい、危ない状態にはあるんだやっぱもう AGT も言ってるわけだ、ゴッドタレントも、いやそれはそう、ゴッドタレントも言ってるわけだし、それはもうジェラードンなんで、やっぱもう世界っていうのがやっぱ世界のレクサス、はいはい、はい、もうそのスケール格の芸人ですよ、もう全然余裕で、いやいやちょっと一旦この話題やめます危ないんで、はい、押し切れそう、押し切れそう、マジ危ない、いや色もいいね、この赤、うん、いいですね、実際にボディカラー何色くらいあるの？ボディカラー、あのミニカー見ていただくと、あ、全部で17色。そんなあるんだ、あるんだ、あのバイトも含めて、あのこの上のルーフが、あーなるほど、も含めて全部で17色。なるほどなるほど、あ、なるほど、なかなかないですよ今そんな、じゃもう完全にこう受注でと、そうですね、はい、お客様ご注文いただいて、後ろ見てみますか、かわいいな、かわいいですよ、おー、あー、いい、あー、広い、広いですね、あ、もう広々、わー、広い、はいはい、広々、ちょっとチェックしてみて、これはもう、ちょっと私はちょっと一回、いいの写真、一回チェックしてみて、はい、はい、あー、あー、収録の合間完璧ですよね、あー、なるほど、はい、もうここめっちゃ広いわマジでいいね、はい、うん、あ、十分じゃない、十分、十分じゃないですか、なんか演者と喋、うん、んなきゃっていう時間ここで潰せます嫌なのよ、嫌なのよそれ、何なのそれ、で悪口書いて赤は上地似合ってて、赤似合ってて、あ、本当ですか、うん、やめてください、やめてください、やめてください、マジ嬉しいですけどやっぱポップな色が似合う、赤道はい、いや、ここ3人行っちゃっていいんじゃんあ、これめっちゃかわいい、めっちゃかわいい、あら、うわいいな、かわいいな、うわこれかわいい、ホイールもブラックで、はい、ホイールのパターンもある、あの6パターンございまして、6パターンも、はい、これはまあ黄色に合うように、うん、あえて、かわいい、うわいい、こっちの画か、赤よりちょっと好み的には、本当に好み的には僕黄色の方が好きですね、似合いそう、似合いそ う, 似合いそう、これシートは何が違ってる、これはシートはこれ L アニリンホンガーといって最上級 の, あのホンガーソフト、なるほど、であのカラーがこれあのアクセントカラーも豪華、まあ、色使いなんかもこのディスコークビルドではこだわれるのが一つポイントになります、ここら辺のステーキですか、そうです、これも専用ですね、あちょっとじゃあ今日はちょっとこれをお借りして、やばい、これでいけるんだ、ありがとうございます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 、レクサスゴーゴー、ナイス、あーしゃ嬉しいできた、うわー見てたやつゴーゴー、いや嬉しい、これ喜んでくれるな、なかなかない、ケウなゲスト、いつものやつ、いつものやつなんだちょっと恥ずかしかったよ俺はレクサスか、レクサス、このサイズはいいと思いますけど、確かに向井さんいいっすね、練習、いいサイズ、練習車にこういうサイズ感、うん、え、向井もそんな運転してない、僕も全然してないんですよ、ほんとこのチャンネルでするぐらいであれ向井さん、ボルボは結局どうだったんですか、そうだからボルボを買おうと思った時期もあったんですが、うん、でまあ他もうちょい見ようっていう間にどんどんそう車熱が冷めてへぇー冷めちゃう、バイクとかも乗ってないですか、
乗ってない。いやバイクもやっぱ怖すぎるわ。俺最近ツイッターとかで死ぬ動画とかすげえ出てくる。死ぬ動画なんか流れた。いやマジでいこちやつ本当。めっちゃいや出てくるさ見るから。対向車はみ出してガーンみたいな。見るからそれ。あもうこんなの無理じゃん。見た気がしますそれ。あら静か。静か。本当に静かなこと。すごい。スーだ。スーだ。はい。間違いなく。もう車内は別に。車内は一応もう大丈夫ですね。はい、はい。はい。これで持ち味を。はい、怖かったで。ダメねん。出せなさすぎて、それ逃げましたもん。もう声出さない笑いを知らないんだよ。20年間、声出す笑いですもんね。小田原ね。小田原。小田原。それこそ箱根の一個ま手前ぐらいって感じ？そうね、そんな感じですよ、ね。あ、雨上がったかな。最近はもういきなりざっとね。そういきなり来るからね。気候変わりすぎてね、ここ何年か。やばいよマジで。で、猪本さんもそうですけど、俺もめっちゃ汗かきだからさ。あ、そこそこ。もう暑すぎんのマジで。ほんとたまんないっすよね。夏ほんとだね。びちゃびちゃ。もう電車とか恥ずかしいもん。かきすぎちゃって。もうかきすぎちゃって、もうそれでごめんなさいと思ってまた書いて。わかる。めっちゃわかりますよね。連鎖でごめんなさいで書く。そう。やばいやばいやばいって思ったらそうそうそうより出てきますもんね。本当に。あれって何なんでしょうかね。その精神的な焦りで出る汗って。あれどういうことなんだろう。どういうこの体どうしてあげようと思ってあんな機能ついてるのかって。確かに。すげえ不思議なんだよな。冷や汗って何なんだろうな。はい。何を冷まそうとしてるのか。え？なんか本当スマホとかめっちゃ使いすぎた時に熱くなるじゃん。熱くなる。脳とかが、もう。ヒートしすぎてる状態だと思うんだよ。そうな、オーバーヒートして、なるほどね、体はあの冷めてるのに脳内の脳みそを冷やそうとして、でもうでもそれしかないからもう温度を下げるために、今日回ってなかったもんね脳みそ。どっちも本当にもうオーバーヒートちゃんとしちゃったからやっぱ。いつからそんなんでしたっけ猪本さんって。いや俺も。俺最初からだよ。ずっと本当に出会った時から本当に。だからもう長田とか秒殺で舐められてたのこれ。マジで。もう本当2秒で舐められてたマジで。ペロンつってもう。マジで。いやマジみんなに見せたいよ本当に。オハスタで俺らが2年目で、はい、長田が1年目でオハスタで集合写真みたいなの撮ったのよ、はい。その時長田俺の後ろにいたんだけど、はい、俺の顔によ。こうやってるからおはーでやる先輩の顔面に1年目の時の2年目のでさちょっと、ちょっとでかいじゃん、はい、今の、はい、1年差はもう友達だけど、そうですね、1年目の時の1年差はでかいじゃん、やばいです、もうやっぱ目ん玉にギャーンされてたからおはーを怖すぎるで本当にやっぱちょっと高校とかと一緒っすよね。1年2年3年でだからここちょうど本当猪本さんが3年、俺らが2年、上地が1年みたいな感じで、最初の1年差は大きい。だスタッフやってるから。そうですね。だから。いやそうだ。うわ向井さんも長田さんも僕らスタッフでした。はい。でも怖くはなかったでしょ。あ、向井さんは怖くなかったですけど、やっぱ長田さんはちょっと怖かった。うそやん。俺いや結構俺ふざけてなかった。いやなんかいざまあ、子孫の長谷川さんと2人でなんか演技の嫌な日だね長谷川と長田がでも毎回ですスタッフの曜日演技の授業で、そうそうで毎回その講師の先生がじゃあお前ら設定これ何々でやれって長谷川さんと長田さんでやるやつはもうやっぱめっちゃふざけてたしめちゃくちゃ面白かったんですけど、もうスタッフモードってめっちゃ怖くて俺そんな全く怖くしたイメージないよ。だってあれあったやん、そのちょっと怒り役みたいな。まあ、それも言われるんだけどね。どれよ。俺もやりました。あ、
あ、やってた。土曜日が俺と二郎と、あと山西君って。土曜日ってでもさ、ちょっと緩くなかった。そのあんまりそんな。土曜日の授業始まるのが後半からだから。ああ、そうだ。そうですね。だから最初みんなが厳しくやって、だいぶもう後半はなんかね、はいはいはい、緩くなってくるけど。いや、僕、向井さんに言われたの、なんか覚えてますよ。なんか、なんかピン、いやでもこれは怒られたとかじゃなくて、僕が多分初めてピンでネタ見せかなんかした時に、ネタがその日すごいいい感じだったんですよ。で、向井さんが、上地、お前めっちゃおもろかったなみたいな言ってくれたのが、いい話、こいつは怖かったけど、怖かったけど、俺は絶対に怖くない。長田さんはもう何なん俺その怖いって。何モード俺うるさいなお前ら。いや絶対言ってん俺。絶対言ってない俺。そんなマジ怖かった。あの1年目に言われる時の先輩のね、いやー言われるのマジ嬉しかったよな。いや絶対さお前とか言ってない。それ言ってたんだから、よっしゃ昼間と、あ、そうですね、じゃよっしゃ昼間とおやきですよ。あのボルデモート、あのボルデモート、俺11期のボルデモート、名前を出しちゃいけない、名前を出しちゃいけない。ボルデモートって呼んでんの。ボルデモートになっちゃったボルデモートになっちゃったボルデモートはやばかったです。ボルデモートやばかったです。ボルデモート一番でした。やっぱ彼ももう超体育会系だからね。昼間さんめっちゃスタッフの時怖かったけど、卒業してからびっくりしました。やつやろな、やっぱり。上地ごめんな、あの時な、なんかな。優しい。だから俺らの時のそれがやっぱフルポンの渡里さんだったから。そう。いや青髪。青髪、青鬼。うん、青髪だった。青髪の。渡里さんと川島さん、般若の川島さん。オキちゃん怖かったんだ。多分般若さんってあの自衛隊漫才みたいなやつだったでしょ。なんかちょっと軍隊的なノリめっちゃあったんですよ、うん、川島さんからも。僕らの合宿の時になんかバスがあのクラス分けされて、うん、僕らの男が渡里さんだったんですけど、うん、福島かどっかに合宿でバスで向かってて、3、4時間ひたすら大喜利っていう一人ずつ答えさせられる。やばかったですね。めちゃくちゃストイックです。で、井上さんスタッフやってないですよね。いや、俺やってるよ。え、俺だからあの、ね、でも短いの期間が、あの誰かが辞めちゃってスタッフを、はい、その代わりでやってたんだ。何の授業ですか。何の授業だっけ。ネタの授業だったと思う。全く印象残ってない。あんまないですこのパターン。本当にスタッフの印象に最後の最後、最後の最後に3ヶ月やってんの。全く印象残ってない。家近いし、何でも手伝いに来るしっていうので、井上さんっておいくつ。いやでも俺今40よ。あ、もう高卒。いや、19で入ってるのかな。そうそうそう、19、20歳の。ヒルちゃんが若い。ヒルちゃんはもう俺と同い年ですよね、多分。そう、で、しかも4月1日生まれだから。俺らの中では一番若いのよ、ヒルちゃんは。あ、そうなんだ。そう、だから年下、その長田くんからしたら年は下だね。年下なの。そうです。あー、井上さん。そうですね。あ、そうなんだ。まあ、でも結構年下なんやけど、まあ、俺からしたらその、うん、上の人でも。俺が結構25で入ってるから。慎吾さんも下か。そう、へぇー。その森谷さんとかも年下になるんだよね。でも般若さんとも下やし。まあそうね、うん、だからもう1年目からおはスタのおはを眼球に、まあ、いやそれでもやっぱ般若さんとか完全に年上のパワー出してる。いやそれでも般若般若フルポンオリラジにはいけへんかったやつ。人見んなやんマジで。こいついけるじゃねえよ。それできへんから。プンってやっぱ入ったわ。プンってやっぱりオッケーっていうのが出る。僕と西本が大喧嘩して、そしたらあいつが沖縄2日目で角刈りにして反抗だったよ、それは。だって売れてなかったらね、週刊誌にも撮られないですよ。おやもうカメラガリガリガリってやるぞお前。言ってたら僕の名前、はい、パシャだから。やばくない。